ね、なんか、なんかいいですね。いいですね、なんかね。2つ使ってこう、CM。あ、2つ使ってきましょうかね。その間にちょっとね、やばいやつ言っときましょうか。はい、いや、そうですね、言ってきましょう。カフ下げてもらって。あ、そうです。ツイキャスの音量下げた上で僕らがここで話しましょう、はい、じゃあ意味ないですけどね。はい。独身術もできないから。マスクつけてるからね。じゃあ一旦 CM。はい、一旦 CM でーす。ワンちゃん、なんすか、なんでしょう、はい、なんでしょう、はい、はい、なんでしょう、なんかすいません、なんかありがとうございました、お名前読んでいただいてありました、すいません、はい、すいませんね、本当にずっと中地と遊んでて、すいませんでした、あれ、あの、自分たちでもあるんですけど、こんなのだけうまいですね、この人を食べるというか、最低ですね、本当に最低ですよね、最低でもお話が出てますよ、今度にご飯ごちそうしたいと思います。したいと思います。ランさんは何も聞くことはないということで、あ、そう、特にないですね。読んだだけですね。さて、カープボーイさんから何か聞いた、はい、あのカープボーイから、あ、デーモン松田さん、もこもこ、もっこちゃん、皆さんこんばんは、どうも、今日も裏筋消えた太郎なんですか、元に戻らないのかな、これ元に戻らない、戻らないらしいです。サンデー入りを取ります。これが戻らないんですよ。戻らないんす。もうくっついちゃって、まあ、切れた部分がもう塞がってる。ああ、はい、ないです、ね。筋はもうないです。でも大丈夫らしくて。うん。別に。全然問題ないんで。全然気持ちいいらしくて。その性感帯がなくなるとかではないらしくて。知らないです。よかったな。そういうことは聞いてないです。よかったな。そこまで聞いてない。そういうことは別に聞いてないです。三宅の車のドアの呼ばれ話って何だろう。三宅の車のドアの話分からない。なんすか。これ逆に聞きたいです。おお、なんだろう。昨日の帰りの話はしたんですか？なんか帰り、帰りの中地の帰りの話。ああ、したあれはしたんですか？あれやばいよな。あれもシンプルにやばい。オードブルの深夜に飯テロ。オードブルの深夜に飯テロ FM 機能から生放送でお送りしております。中地は帰りの家に勝手に入って金太子のゴミを捨てたんです。捨てて帰ってたらしい。怖いですね。怖いですよね。不法侵入ですけどね。よくよく言えば。はい、ランクさん、名前を覚えようと、先週名前を紙に書いてたんですけど思い出せませんでした。はい、来週銀の湾で行って土下座してきます。もこもこもてさん、松田ダブルさん、素敵イケメンと。ぜひ土下座してください。ぜひ土下座してください。最低な。靴も舐めさせます。いや、舐める側だろ、どちらかと言ったら。いや、舐めさせる側です、俺。こんなの。こんなの。いや、ちょっとこの後のヤニトーク気になりすぎるから、はい、仕事終わらし。あ、どうぞ。あ、ケンさん知らないのか。知らないですか、さっきの中地の3から4の話。うん、知らない。あ、知らないん だ, そうなんだ。そっか。ケンさんに会いっていい、中地。わかんない、もう見てないかも、ね。見てないかも、ね。見てるかもよ。うん。でも、まあ。ケンさんはまあね、もう口固いかもんね。うん。いや、そうでもそうだな。なんでアロハやってんだろう、内指で。久々に見ましたね、中地のあのなんかビビったやつ。俺上手よな、こいつな。あいつこんなの上手。面白いな。面白い。受けるのが上手なのよ。あれだからみんな本気で中地ビビってると思ってるでしょ。あれ演技ですよ。からね、あれ。やっぱ受け手が面白いとこっちもやりやすいし ね相当やりやすかったな。俺だってもう全力脱力タイムズやってる気分だった。相当やりやすかったよ、こっちとしては。やりやすいわ、ほんとに。本当に中地上手。上手、ほんとプロレス上手だわ。みんなもやってください、中地。中地みたいな、ほんとやってください。何が問題って、あいつ本当にでも言っちゃダメなことがあるのが問題なんですけどね。いや本当に、うん、あランドさんから演技なのか、まあ、残念じゃないですか。残念じゃ、あれも技術です。素晴らしいですよ、ね、一つの技術ですよね。いや本当にやばいと思ってる、もちろん。うん、やばいやばい、本当にもちろんやばいと思ってるけど、それをさらに面白くするための演技かな。なんていうのかな、プラスアルファだからね。なんだろ、あのだからしどろもどろがうまいのよ。上手だよ、うん、なんかちな漫才中とかな。あ、本当にめちゃめちゃ宮健がやばいことして。ああ、宮健やばかったな。あ、宮健最近やばいよ、なんか坊主にしてな。ああ、刑務所出たての人みたいな、なんか最低だな。本当に俺これ言えないわ、これ例え。うん、なんでそんな坊主なの。ずっと GI カットになってるもんな。なんでね、あれ最近ほらなんかただただ坊主にしたい自分気持ち。でもなんかあれでしょ、そのサイドだけさ、うん、上だけちょっとだけ長め残してやってるさ、あの米兵さんがやる GI カット、ちょっと残ってるんか、あれ。俺坊主にしか見えんくて、あれ。あ、ちょっと残ってる。そうなんだ、残してるのよ。そうそう、坊主の人ができる唯一のおしゃれ。
坊主の人が坊主の人ができるヘアアレンジ唯一の遊びよあれ。なんなんそれ、そうなんだ。あれかエグザイルの縛りにライン入れるかどっちかが残されてる道は本当に。そうだ、思い出した。なーちゃんのなーたん、あ、はい、なーたんのねメール来てたね。なーちゃんのメールが来てる。あ、モーニングエンタテイメント、これも見ましょうか。いや、なんでよ。ラジオネームやめよお前人のメール読むな。はい、いただきました。ウィルさんもこ、元さんこんばんは。ワンピーさんとスヌーピー戻るんかい。やよかったわ。マイペースなナーヤンです。カッコ7です。ナーヤンです。最近ナータンという名前は子供っぽいと思うようになり、昨日 SNS の名前変えました。あ、そうなんだね。気になる方は私の SNS チェックしてみてください。捨てまだ、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 なんか捨ててった、なんか、なんか捨ててきよった、ナナちゃんが。違う違う違う、捨てまじゃないね。あの、ナーヤンで何にヒットすると思ってるの。捨ててきよった、いい。捨てまじゃないわ。捨てまじゃないけど、表現が捨てましかなかったから今。数で宣伝してる。いや、いいですね。話は変わりますか。変わりますよ。あ、変わりましたね。今日は何回変わるでしょうか。先週のメールでミサンが完成したメールを送りましたね。あ、そう、ま、俺ら、映画パターンだって言ったんだよ、そう、先週。そう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 。写真を送ります。あ、出す。写真もらいました。あ、綺麗。いいじゃん。ピンクと紺かな、これ多分。ピンクと紺だと思う。で、緑と茶色とベージュと黒、あの、迷彩カラーですね。はいはいはい、いいじゃん。かわいいじゃん。いいね。めっちゃいいじゃん。これを、なんか、完成した理由とかあんの、これ。モザイク模様という編み方を完成しました。あー、確かにね。はい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 。こう、なんか交互にするというか、まあね。うん。なんか普通に巻かずに、はいはい、なんか上下左右いろいろね、うん、交互にしてモザイクのようにやるっていう、うん、いいですね。ついでにタイヤのミサンガも載せておきます。おダイヤかな、多分ダイヤが来た。タイヤのミサンガは多分黒で一色で作らないとタイヤのミサンガには何でいいからよ。俺がタイヤ感だからあれって思ってしまったけど、ダイヤが多分打ちたかったんだと思います。まあまあまあ、どっちがどっちってなると思いますが予想してみてくださいということで、メールは以上です。え、多分ダイヤは。ダイヤは左だな。コントはピンクの。死ぬほどダイヤだったな、改めて見たら。で、右側が完全にモザイク。モザイク柄だったな。ありがとう。で、色合いもこのモザイク迷彩みたいな色合いでやってるしな。いいね。いいじゃん。めっちゃ可愛い。こんなの上手だよね。うん。なんか手先的とか絵とかね。いいよね。うん。手芸とかもできる人いいなと思いますけどね。はい。ということで、あー、もう中地はネタ見せ行っちゃったかな。多分行った行った行った。もういい。もういいか。うん、これ以上。か。うん、かわいそうだし。俺たちがもうなんか逆に悪者みたいなのされるし。本当にね。旧具志川市の俺さん、あよ今日のパーソンに誰と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 、オードブルの松田ゆると、あ、浦筋なしおです、お願いします。歌もこもこもとしですけどね、本当に、はい、そうです。ミサンが作るって聞いたねって、なんかいっぱい見えてるんでしょうね。あ、見えてるんでしょうね。見えてるタイプの人でしょうね。スインチマーマーさんでしょうね。あ、違います。俺ママさん、マーマーさんと、いや、マーマーさんと同じタイプの人だろう。タイプの人、びっくりした。スインチここいっぱいいるんで、はい、ここいっぱいいるんでらしいっすよ。はい、らしい。それが全部見えてるんでしょうね。うん、見えてるんでしょう。見えるタイプの人です。スインチマーマーさんです、うん、スインチマーマーさんでした。違います。具志川、旧具志川市の事務所でわざネタ見せ後にありがたいですね、うん、うん、ありがたいです。見ていただいて、マーマーさん、ありがとうございます。ママさん、あの映画か、はい、映画ね、はい、そうそう、映画の話ね。聞くよ。やっぱね、QLL、ハプニングって本気出したって言い方どうなのか分かんないですけど、当たってるか。やっぱあの去年多分間違ってます、あなたの表現は。間違ってる、はい、だから確認したか、本気かどうか当たってるか分からんよって言った、うんうんうん、多分間違ってる。まあ、だからあのコロナ禍で、うん、去年やっぱあんまり結構公演延期とか、うん、多分一番長いのコナンなんですよ。延期が1年になってるんだ、あれ、うん、その年やらんで来年に持っていきますってもう判断したりして、去年の5月ぐらいでしょぐらいにコナンも無理だっつって。だからこれ行っていいのかな。なんすか、行くか、ダメか。何が行ったさ、カフェ。ああ、いいか、いいんじゃない。あの時だから映画とタイアップで、そうね、オーパーでね、そう、オーパーの方でそのコナンカフェやってたんですよ。メディア関係の方、そうそうそう、行ってな、芸能人してきたもんな、芸能人してきたら、そのすぐ映画がね、翌日ぐらいに、うんうん、映画が延期しますって。そう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 、なっちゃって残念ですけど、ね、全然告知できなかった。ごめんなさいと思って、うん、告知もちょっとどうしようかなってなっちゃいましたよね。そう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 、まあいいんですよ、うん、でやっぱり一応、ね、まだやっぱり今回も、うんうん、まあ、エヴァが延期したりとかあったね。だから映画まだやっぱちょっと映画館で、うんうん、その密なりながら見るのはどうなんだ、密封した状態で、はい、のあるからね、うん、分かるんだけど、ね、避けるために、まあ、今日久々に休み取れたんで、はいはい、時間が、まあ、でも映画館もその対策はしっかりやってるからね。対策で、あの、うん、そんなにもう人もいない時間帯行ってるんで、まあ、僕はね、一応念のためね、うん、平日だしね、平日の昼2時ぐらいに掛け狂いを見に行って、うん、はい、掛け狂いって皆さん分かりますけど、漫画原作のギャンブルの漫画なんですけど、はいはい、まあ、学園があって百花王学園っていう学校があって、そこでは、うん、まあ、ギャンブルが強いやつが一番偉いみたいな、でギャンブルで戦っていくみたいな学園ものがあるんですけど、あれの、まあ、実写があって、実写ね、あれ本当に、うん、まあ、
南が上手で撮ってる。あ、南、え、うちの南が。あなたのじゃないです。浜辺南さんのことうちの南やめてください。やっぱりよくあるじゃないですか、実写映画したら似てないと。まあ、役者、まあ、もうこれはもう実写こんなのは似とらんぞっていうのがあるわけですよ。原作好きからのこの批判はあったりするよ。確かにもうバカみたいに似てるんですよ。アニメもやってるんだよね、アニメも。あ、いいですねってなった中、はいはい、実写どうなんだいと、はいはい、どうなんもう浜中山筋肉さんいたじゃん、南が、浜辺の南がうちの中富の鎌足りみたいに、ミータンが、ミータンが、ミータンまた別件ですよ。これあの、うん、別件です。ビルドに出てくる子ですから、ね、グリスブリザードしたいと思います。グリスブリザード見たってやつですね。アイウレディーツでできてるよって言いたいと思いますけど、うん、ちょっともう脱線がすごいですよ。今日今日は出せグーパッチドーッ今日出せ Are you ready? できてるよ。あ、ちょっと脱線がすごいです、ね、ゲソーシンか隣のシャツブリザード脱線じゃないですか。うるせえ南がとっても上手で、よく戻れるね、よく戻れたね。いやでも本当にカテゴリーまあまあまあ、はいはい、いやでもやっぱあのね、うんうん、相当実写ドラマ、ドラマなんですよ最初はね。はいはいはい。10話のワンクールと5話の第2クール、うんうん、しかも30分っていう見やすい時間帯、うん、ワンクールと、あ、5話なんだ。5話なんですよ。2話、第2クールは5話で終わっちゃって、へ、映画につなげるために。あ、なるほどね。そうそうそう。で、映画が関係のあるかったのかなと。映画1回目やって、はいはいはい、今回映画2本目なんですけど、はいはいはい、もう久々にね、うん、ちょっともう本当に、うん、まあまあまあ本当にこれ趣味好みがあるんで、うんうん、なんともいないですけど、うん、久々になんか単純に面白いっていうのをガンガン入ってきて、はい、うん、でなんかやっぱ、まあ、コロナで、まあ、今緊急事態宣言も出てますけど、うん、あんまりそういうの8時以降とか、うんうん、そのできるだけ行かないでみたいなのもありますけど、はい、やっぱ映画界隈も徐々に、でもやらんとね飯食えないからねこっちもね。そうよ、っていうのでやらんといけない、うん、頑張ってる中いろんな面白そうな映画もいっぱい来てて、はいはいはい、キャラクターっていう、はい、さっき予告編一緒に見たけど、うんうん、あの須田将暉さんと、はい、面白そうね、浜田岳さんか、はいはい、がそういう主演の映画で、うん、まあ、須田将暉さんが、うん、漫画家、売れない漫画家なんですけど、うん、で浜田岳さんがまあ殺し屋というか殺人鬼の役で、でその殺人と出会ったことによってグッとなんかその配役でもあれ珍しいね、浜田岳さんが殺人鬼って逆っぽくない？姫アノールではねやられかけてましたけどね。ああそうね、確かに、うん、でも結構似てました。あ、そう、似てましたって言い方、うん、似合ってました、とっても。あ、そうなんだ、役上手でした、うんうんうん、当たり前だろプロだわよのどの目線だわよ。須田さんにグッて入って、うん、須田さんがそのこのキャラクターだっつってその、うん、なんか入ったんでしょうね、うん、で書いてスイッチ入って、うん、ガーって書いてそのなんかやっぱ事件とかも書くわけじゃないですか、コロちゃんの漫画だから、うんうんうん、そしたらそれが本当に行われてるわけですよ、うん、事件として、うん、漫画書いた上で事件がなるわけですよ、うんうんうん、逆なんですよ、うん、浜田君がリスペクトして殺してるんですよ、うん、この漫画をリスペクトして書いてるっていう、なんかちょっとぐちゃぐちゃな、どっちが先だみたいなね、ぐちゃぐちゃなやつ、卵が先かニワトリが先かみたいな話でしょ。ちょっと俺も予告編見てて全然俺の合図ちゃいってこないし、分からんやつだと思って、うんうん、でもちょっとこれは、うん、まあ、ちょっと怖いの大変な人はちょっとね、ちょっとグロテスクなシーン多いかも ね、うん、でもちょっと良さそうだなとかあってとか、僕は細田守監督大好きで、はいはい、あのサマーウォーズとか、うん、最近で言えば、うん、去年は何や、未来の未来ちゃんとか、そう、まあ、いろいろあるんですけども、うん、今回最新作が2年ぶりかな、うん、竜とそばかすの姫がやってくるということで、ほう、これもちょっと面白そうでね、はいはい、サマーウォーズ感があるんですよ若干。お、名作サマーウォーズ、はい、サマーウォーズは知ってる、サマーウォーズは知ってる、さすがにも、いや一応とっても、うん、わからない、最悪失礼な言い方になるかもしれないけど、うん、もう大好きなの細田守監督、俺、うん、もうワン時をかける少女から1作目からずっと見て、はい、もう時をかける少女1作目、うん、サマーウォーズ2作目、うん、このワンツーが化け物すぎて、うんうん、なんか毎回いいんだけど、うん、面白いんだけど、うん、あれを超えれないという、はい、なんかだから物足りなさをいつも感じるわけですよ、はいはいはい、化け物すぎて、サマーウォーズと時をかける少女が、これさ監督って脚本も全部やってるってこと？やってると思う、さすがに、はいはいはい、一応細田守監督作品だから、うんうんうん、あ一応今回なんかタイアップみたいな、なんかあ、そうなの、誰かとコラボみたいなの書いてましたけど、はいはいはい、だから今回サマーウォーズにまた寄せた上で、うん、まあ、ちょっと世界観はまたちょっと変わりますけど、うん、あれ10年前なんですよサマーウォーズ、もうそのですちょうど、で、あの時スマホもそんな出てない、うん、とかそのネットのなんかあんなのもない中で、うん、ガラッと変わった上、10年間でガラッと変わった今をまた描いてくれてるんで、うん、これちょっと楽しみで、面白そうだね、いいですね、うん、あとなんかね、あとね、山崎賢人さんの、うん、作品な、さっき何だったか調べたんだけど、うーちゃんさんから、はい、私の見たいやつだ、多分あのキャラクターの方かな、キャラクター、うん、セカワの深瀬さんが出るんだね。あ、そうなんだ、そうなんだ、浅瀬さんはいるのかな、
浅瀬さんもいるの？浅瀬さんも多分います。うん、セカハジのあ、夏への扉か。夏への扉、夏への扉っていうのがうあのこれも一回延期してるんかな。そうなの？12月の予告編出てるから。ああでも半年前に予告編出るパターンはでもあるっちゃあるからな。なかなかなくない、本予告よ半年前って。わかんない。あ、深瀬さんが、あ、俺浜田岳さん、あ、違うんか、これは失礼いたしました。そうなの？わからん、ワンチャン深瀬さんかもしれない。さっき殺人鬼の役見た時、あれ浜田岳さんだったかなと思ったね。ね、うん、あ、俺も、あ、ごめん、名前見てないよ、しっかり。菅田将暉さんはもうしっかり分かったけど、うん、分かる分かる。深瀬さんでした。深瀬さんなんだ。後で調べましょう。調べましょう。でも面白そうだよ、ほんと。攻めないで、これで俺らを。ほんとごめんな。山崎賢人主演、清原かよちゃんでしたっけ。山賢？山賢、うんうん。と、清原かよちゃんだっけ？かよちゃんかな、ごめんなさいね。かな、うん、の、やっぱ深瀬さんということ、うん、ああ、生瀬さんは出ないですか？極戦の共闘の役でおなじみの生瀬さんはジオの おじさん役やらない。おっちゃん役の生瀬さんは出ないですか？最後あの総合くんが俺ジオなんだっつって、うん、言ってらっしゃいとは言わないっす、ね、あ、言わないですか？生瀬さんじゃないですか？いいんですよ、もうあと10分しかない。あ、何、そう、山崎賢人と清原、うん、かやちゃん、かやちゃん、ごめんなさい、うんうん、がで夏への扉、うん、これなんかその、うん、彼氏彼女なんだけど、うんうん、彼女がやっぱ殺されてしまうとかそういうなんか救えなかったみたいな。かやちゃんだよ。かやちゃん、うん、ありがとうございます、うん、そのでなんすか、何が生瀬さんは出ないけど獅童さんは出るよ。知らんよ。獅童さん出んの？中村獅童ね、うん、で今に行きますね。で生瀬さん殺された上で、はい、なんかコールドスリップすると、山田健人がコールドスリップ、はい、で1995年の話なんだけど、これが、うん、2025年も30年間タイムリープ、コールドスリップした上で。コールドスリップって何？あ、冷凍保存か。冷凍保存されんのらしい、予告では。いつだ、マジで？時を戻して救うみたいな。タイムスリップじゃなくて、うん、タイム、うん、生きてる。あ、冷凍保存されるんだ。コールドスリープしてるらしく。へえ、そんな感じで、うん、また戻りながら救うだから結構なんか東京リベンジャーズみたいな感じ。東京リベンジャーズまた別件？別件です。東京リベンジャーズ見たいですよ。あ、東京リベンジャーズ見たいね。でも夏への扉もなんかその賞を受賞した本らしくて、へえ、これもちょっとなんか結構推してる感じだったんで、うん、これも楽しみに見たいなと思って、うんうんうん、FM 講座行ってきたんですって、うん、あんまり笑えなかったと。ああ、そうなんだ。誰だったんだろう。誰だ、笑われるのが勝ってるのかな。おい、うえ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 、ん、何の話をしてるのかさっぱり分からん。それ講座行くからだろう。そう知らない、そんなのね。後から後から聞こえてね。どんだけ俺たち優しくないばリスナーに、おい。クソパーソナリティ、知られよって話だよ。やばいだろこいつマジ。嫌われてしまえ。あ、そうなん、清原かやちゃんはね、結構僕の言い方もあれですけど、うん、最近ぐんぐん来てて僕が言うのもあれですけどね。そうですよ、僕が言うのもあれなんですけど、そうです、ぐんぐん来てて。3月のライオン、ぐんぐんの指の動きちょっとあれですよね。ほぼ手間、ぐんぐんのぐんぐん来てて。ちょっと手間してないですか？かやちゃんもやられて今ちょっと手間してるでしょ、指の動きは。ちょっと3月のライオンの時が超可愛くて。ああ、3月のライオン見せたんだ。はい、小細工ということ。ああ、いってらっしゃい。いってらっしゃい。全然いいですよ。僕止めないんで、本当に。全然いいですよ。あの、ここ見る見ないは個人の自由ですから、我々が止める止めない権利はないですよ。いいんですよね。女優さんが、うんうん、なんだろう、そう、本当にあれなんだけど、何、初期から知って、あ、この子可愛いなとか、デビュー当時ぐらいから知ってる。で、うん、それが、売れた時、売れた時の嬉しさがあるじゃん。あ、分かるよ。その芸人さんとかでもない、あるし、異性だから、ちょっとそれが強い。くなっちゃう時もある。もうちょっと好きになってるさ、お前も。僕あのめっちゃ、うん、もう学生、中学校、小学生の時、志田未来さんが大好きで。いや、志田未来さんはみんな好きよ。志田未来ちゃんの、うん、誰も守ってくれない。それわかんねえ。だったから、うん、その志田未来の お兄ちゃんが人を殺して、うん、そういう、そういう家族にな押し寄せるわけじゃん。はいはい。それを刑事の人が守るんだけど、はい、守りながら逃亡していくっていう。うんうん、はい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 、家族を守るっていうね。お母さんとかもそういういろいろあるんだけど、そう、本当かな。でもあの言い方はね、志田未来ちゃんのそういう役とっても上手で、かわいそうな役。わかるわかる、死ぬほど上手で。志田未来さんは14歳の母だっけ。うん、あれもういいよな、あの子。なんであんないつもかわいそうな役に当てられる。久々に、うん、この前、うん、お願いランキングを亮と3人で見たじゃん、うん、いつ。お前じゃない、大河だ。なんだ、めっちゃごめんな。謝ってるから許して。やばー。
そのお願いランキングで、俺が言うセリフだ、しんちゃんのオープニング、うん、エンディングの順位つけるみたいなのがあって、はいはい、久々に出てき、久々っていうか俺が久々に見たんだけど、うん、とってもクレヨンしんちゃん大好きみたいなゲストに出てて、うん、もうめっちゃ大人、まあもちろんそうなんだけど、うん、俺は年上だし、うん、かわいいと思っちゃって、すごい成長しとると思って久々に見たら親かやなんか あれやばないちょそんなの。いやまあわかる、でも子供の成長ってやっぱ早いなとも思うしそんなこと言ったら、うん、だって俺芦田愛菜ちゃん見るたびに大きくなったなあわかる、うん、芦田愛菜ちゃんやばいよな、うん、あと爆破石の水の女の子だんだん大きくなってきてるからそうキラリちゃんだんだん大きくなってきてるからあだ俺福原遥ちゃん、はい、あのマインちゃん、マインちゃん、はいはい、だ結果、うん、もう今めっちゃ大人でめっちゃ可愛いじゃないですか。めっちゃ可愛いよ。あの時はね、朝やってたじゃん NHK でね。だ俺そう世代じゃないのよマインちゃんの時。俺は世代だから。うん、だろうね。見てて、うん、今そのかけ狂いの映画にも出てくるわけよ。あはいはいはい。いい役で、うん、まあまあいい役で。うんうん、はーってなる。成長したねーってなる。親みんなありますなんかそういうの。いやでもあるよ絶対。あるよなでも。あるある。大きくなったなーって親戚のおじさんみたいな目で。それ関連で言うと野球大好きで。うん、その学生の時、うん、あ小学校中学校の時、うわすごいな甲子園に出る人とか、あ分かる、150キロ投げてすごいなと思って、うん、これがよ、うん、高3になった時同級生か、同級生が投げちゃうと思ったな、俺同級生が高南高校で優勝してるからな、あーもうやばいな、あの時の陽介陽介と同い年、同い年、陽介と同い年なの、陽介と同い年、俺は忍ぶから陽介なあの時の2番手のピッチャーでいった砂川って言ったんですけど、あれ小学校の同級生、本当にすごいよな、そう考えたらな、うん、あなんだ友達に、あ、うん、あの長峰ってのがいるんだけど、うん、これ三郷工業で一回春行ってるんで、おおすごいさ、こんなのが出てくるじゃん、いやすごいなこいつらって思うよな、おお思う、俺たち何言ってんだろうってその時思うんだよとっても、うん、思う、ちゃんと何回やっとけばよかった、150投げちょんと思うもんな、やばいよな同世代が、ああ分かる分かる、いいですよね、ああいうのすごい、皆さんそんなのあります多分もう来ない時間も来ちゃったという、まあ、時間また4分ぐらいですけどね、さっきなんすか、ヒカルさんからお笑い劇場どうなるの、はい、っていうのが一応今開催予定です、ただまあ、ちょっとお客さんの前ではできないかなということ で、なので、緊急事態宣言も出てるのでね、配信という形になると思います、ぜひチケット買っていただければなと、今回はあれなんですか、有料になるんですか、この辺がちょっとねまだそうですよね、どういう形態でやるのかとか、はい、有料になるのか、配信はやります、それは確定しております、はい、ほぼ確定でやります、まあ、もうバイアスローも近いですから、はい、ネタかける、うん、とこ場所は欲しいですからね、僕らもねっていうのもありますし、あとは、うん、だからその配信が有料になるのかちょっと無料で、まあまあまあそれはまたね、うん、こっちの方で情報出しますので、また改めて決まり次第我々の方で全部出していきますので、我々の SNS 等もね、もしよかったらチェックしてみてください、何の話してるばって言ってるさ、何がよ、何の話してるばって言ってるだろ、クニヒャーが小座に行ったから分からないんだろ、どうで考えれや、言う、あ無料に決まってんだろや、もっとリスナーのこと考えれや、お前、俺が決めてるわけじゃないわよ、ライブの運営、俺ふざけやがってお前、何だ俺、お前、おい何さん、あと3分ですよ、大丈夫ですか走ってきよった走ってきよったな、大丈夫、全部終わった、あ、お疲れ無料に決まってるかどうか知らないですけどね、何を思って決めてる、有料にしたりしろ、本当にもうぐしかわさんからもたらふく取りますから、ぐしかわさんだけ100万っす、うーちゃんさんから、ね、はいはい、高校の時の隣の先生が高校優勝した時の 学生だったみたいで、あー校内調査がだろうな、そっか、もうその人たちが先生になる、だって俺と同い年だ、あそっか、29ちゃんで、うーちゃんさんのいくつなのかあれだけど、でも学校にいたでしょ、まあでも近い年だから、ってなった時の先生、うん、新任とかぐらいでいいじゃん、24とかなのかな、24、5ぐらいとか、ああいいですね、うん、こんなのねあるもんね、うん、だからいわば、まあ、本当これも野球とかの話になっちゃうんだけど、うんうん、パープロ君とかで使ってた、当時使ってた選手が今監督やってるからね、あるね、横浜三浦だよ、俺だって阪神矢野、井口ロッテ、俺パープロイレブンで、パープロイレブン、城島使ってたよ、俺城島今釣りやってる、あれ釣りがうまい、野球がうまい釣り漁師だからね、あそう釣り人、野球がうまい釣り人、あそうなんですよ、城島さんは野球が釣りがうまい野球人じゃなくて、釣り野球がうまい釣り人なんだ、知らないですかこれ、知らないです、有名です、阪神から、里崎も使ってましたよ僕、え里崎も使ってましたよ、里崎さんは YouTuber です、そう、里崎さんは YouTuber です、あ野球がうまい YouTuber、 そうです、あそうなんだ、はい、え里崎さんの YouTube 見たことない、そうなの、やってる
話ってましたけど。そうですね、はいはい、そういうことです。あ、野球の話は嫌いということでね。あ、そうですか。じゃあいいっすよ、来なくても、ね。まあ、ね、ごめんなさい、本当に本当に。いや、お前が、いや、冷たくしてたから俺優しくしてたけど、今日なんかお前冷たいね。そんなことない。多分シンプルに嫌いなんだ。そんなことないわ。ただただ怖いやし。そんなことないわ。いいですね。だからそういうのなんかあるよねっていう話ですよね。あるある、うん、だから昔使ってたゲームの選手が今監督やってるとかとかもあるし、いろいろあるでしょうね。あ、だこんなのいっぱいあるよ、多分年が年だからね。20も後半なってきてそうなりますよ。ということで、もっと掛け声鳴らしたかったですけど、本当に中島の電話があるんですよ。中地で狂ってしまいましたね。中狂いでしたね。中狂いでしたね。中狂いでした。まあいいです。またなんか僕も見に行こうかなと思ってんだよ。今日で一応 1,2 話は処理した方がいいと。いやだから全然見るって、お前誰だと思ってる俺本当に。だから今日で見るよ、お前見る。5話見る。今日でワンクール行こう、ええ、10話、ええ、3時間できる。待って、俺は行くよ。行こう、今日で行こう、はい、ということで、なんだヤニ吸いながら見よう、うん、ヤニは喋りたい。ということで、オードブルの CM してるお送りしたのはオードブル松井と、てっぺん九州沖縄最強プレイヤーこと浦辻なしでした。はい、ということでありがとうございました。来週も聞いてください。さよなら。同級生の話はあれやしね、はい、チャンさんとか特にそうじゃないですか。やばいよ、この前これを話し合うことがちょっとそうなんです、いかがで。でもキャンさんの同級生の本当女性がズバリ深いからです。え、寝た？寝てないです。寝てないか。人殺しのように帰った。あ、ちなみになんだけど、はい、この前、はい、普段いつも行ってるスケート場、はい、地元の公園のスケート場に行って遊んでたら、はい、普段見かけない人がいて、スケートボードしてるわけ、一生懸命、はい、であ、同年代かちょっと上ぐらいかなと思って話しかけたら、うん、めっちゃ仲良くなって、聞いたら同級生だった、うんうん、で、おー、お前の人だーって、どこどこっつって、学校もと隣ってか、うん、近い地域だから、うん、あー、誰々知ってるみたいな話で盛り上がって、はい、仲良くなったんです、はい、で最後に、でも今までスケートボードやってなかったけど、どうしたのって聞いたら、最近子供が中学生に上がったからやっと手がかからなくなって、はい、また趣味を復活させきれた、はい、うん、キャンさん結婚してるって言われた。めっちゃ答えづらかったです。そっちか。それはだからもう女5人いて1人は遠隔ローダーでずっとコントロールしてるって言われた。あ、やべえやつだって思う。子供の見ないこの銀髪のチャレンやつがチャレンやつが女はめてずっと遠隔ローダーで歌うやつって。はい、最近っていう話でもないんですけど、はい、ちょっと女の子と、あと2分よ、うん、女の子と、うん、まあ、じゃあ皆さん恋念のため入れてください、はい、本当全然もう本当に俺のくだらん話なんですけど、うん、いつもだ、女の子とちょっとお話とか、はい、ちょっとそういう時間があって、はい、初めて会う子なんだけど、うんうん、死ぬほど可愛くて、死ぬほど可愛くて、そんな子芸能人な、うん、なんでこんなにもう好きだったわけ、俺もすでに、俺もうすでに、そうですか、すでに好きで僕、そうですか、なんでこんなに俺初めて話した子に、うん、こんな可愛いわと思ったら、うん、なんでなんだろうってずっと思ってたけど、はい、今日久々っていうか今日、うん、はぁってなったら顔が花芋そうだったんですよ。なるほど、抗えないなと。好きな顔は抗えないな。画面外から失礼します。花江のモンスターだった、もう顔が。あー、ケイポ好きだもんな。そりゃあ俺一目惚れしちゃうわ。もう米かや。うーちゃんさんがゾッとしちゃった。でもな、もだしまくのこのずーっとしずーっとなんだろう、なんでこんななんだろうと思ってて、写真とかないのね。ないです、ないです。ブレないなぁ。で、今日なんか花山さんクッキー作ったって動画を書いてて、ツイッターで、もうクッキーのやつだよ。キャンプキャンプ顔キャンプ顔が悪かったけど、顔が悪かった。全身が悪かった。それさ、お前、可愛いなー
乗ったこうやつさと思ったら、払いますか、払いますかってなって、もうなんか全部ガチャ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 って思って、なるほどエグゾニアがそろったぞって俺は払いモンスターが好きなんかと、結果その子が好きなんじゃねえ、その子が好きなんじゃねえ、結果ね、うん、いやでも超可愛くて、うんうん、写真撮る、まあ、写真撮るようなあれもなかったんで、うん、そうそうそう、可愛かったな。どういう流れでしたの？いやー、ほんとそれはいいね。それいい言えないってね。ほんとにね。あ、そうですか。本当やばい、やばいやつだ。やばいやつだって。お前も知恵図鑑って。中島りにお前も知恵図鑑ってないさ。いや、あれは、オイル。あれ、嘘さ、全部俺のあれ。これもういいよ。これもできないし、これも帰りが含めて焼肉屋にやるときがちょうどいいから。なんだ。か、ヤニトークやコロクになりやるとタイガーも来てるやもうヤニトーク。あら、俺も嘘でさ。いや、いいよってもうこれは本当だろ。いや、もう本当にもうなんだろう。そのメインのワードで言われて何も面白くない。俺しか気づかんの、気づかんの、そうそう、お前しか気づかんの、お前でやりましょう、もう本当に戦ってもいいんじゃない。でも一応 CA とかないかなって思う。ないっすよ最近は、本当に結構真面目に生きてますよ最近。今までが不真面目だったって。真面目です、真面目です。前までは解決をしました。真面目に真面目に解決をしました。前までは、ね、はい、今はちょっと真面目です。あ、そうなんですね。真面目じゃない最近。そのお前の真面目基準がよく分かんなくて、大人になって真面目じゃないですよ。どうって何最近。何最近どうっすか。普通です。真面目じゃないですか。真面目って何ね。生きることに対して、生きることに対してそれが普通だわよ。何だろう、生きることに対して不真面目って。ちょっとありますか、うん、え、何やっちゃダメだよ、人の車でしょんべん。ねえ、三宅ですか、中地ですか。中地、あれもしかして三宅の車の中でやってた。そう、正解。ああ、そういうこと。そうなの。これだって酔って酔ってってこと。ああ、酔ってって。うわあ、ぶち、しかもこれ三宅がいきなりぶちまきたんだけど、はい、中地覚えてないから、うん、めっちゃ推定だな、お前だけのっていう放送で。なるほどな。本当にやって怖い話ね。誰かやったよみたいな言い方してね。この前さみたいな感じで酔っ払って乗せたらみたいなことで、うん、ああ、これやばいじゃないですかね。かわいい子なの。かわいい子ねばいませんよ。でもややシーズンションベン嫌だけど、3から4の方がちょっとね、3から4もあるし、あいつションベン系もあるし、もう2個くらいあるし。ションベン系1個あるの俺。じゃあ2個あるんすか。俺、2個あるの俺。ションベン系1個あるの。一緒に行ったら、ここ一緒に行ったら別のやつ。でもあそこは話聞いて、やべえなって言うのがあるこれ。本当に嫌や。嫌や。あー、唯一喋れる酔っ払った話は、あれかな、酔っ払いすぎてボルトちぎられてズボンのボルトを葉っぱに変えられたぐらいがちょっといいのです。大変なやつ。ちぎられてましたね。ちぎって、うん、酔った小林さんがなんかそうめんの中に入れてた記憶がある。キムチとかなんかそういうご飯の中に入れて、うん、中地が気づかずに、なんか多いみたいなのか、うん、で、結果それも、もう使えないから処分して、うん、あのでもズボンが落ちるっつって酔いながら、酔いながら大雑草で雑草のベルト作って、あいつの DIY 能力がここにも発揮されるような。中地は朝起きて何これ何これってなって本当にあの中地に酒を出したら本当に長いですからね。キューブしかしぬこれから、うん、なんかクソまずいラーメン教えてっていうこと、うん、教えないですよ。ないし知らんしよ。クソまずいのはね、うん、好みじゃないのはあるよ。それはある。それは好み。まずとは一応基本的にさ、うん、店の料理でさ、うん、まずってなる。でも家の料理でもそうだけどさ、まずいってあんまりよっぽどだよな。よっぽど、うん、好みじゃないなって考えるよ、うん、まずとはまずそんなこと言ったら、まずは、うん、まずいじゃないな、苦手だなってなる、うん、そんなこと言ったらよ、そんなこと言い始めたらよ、うん、俺フルーツ全部ダメさ。まあな、うん、だから俺どんなところで出されようか、いちごまで食っても美味しいと思うから。苦手だもんな、ね、苦手だから。それは人それぞれの。まずいと思わないと。まずいと思わない。まずくないんだから。うん、まずいちごパフェだ。うん、まずいからやらせるわけない。うん、戦う聞いた
ら美味しいに決まってるから。美味しい、もちろん俺は好きじゃない。苦手だ。そう、苦手なの。だからもうそんなもん好み好みじゃないがあるから、そんなこと言っちゃダメですよ、うん、そうですよ。好みじゃないのいいって言えば僕は言います。全然なんですか、これ大丈夫ですか、鳥刺さらないですから。うんうん、刺さる。好み、あの、まあ、でもあの店名とか言わない方がいいんじゃない。じゃあ言えないでしょう。店名言ったらダメだしね。まあね、じゃあ、なんかそれはもう我々の責任が、確かに、ね、あの人好みじゃないって言ってたよみたいな、ね、なってさ、もしかしたらもちろん調子がするかもしれない、ね、確かに、うん、美味しいラーメンがいっぱいあるんですよ。美味しいラーメンいっぱいあるんですよ。なんてなんだからその、うん、髪切ったんですよ最近。切ったらしいんですか。髪切ったんですけど、あれ切ったらしいんですよ。美容室で、うんうん、そう、本当にカラーも入れてるんで、はい、わかりますよ。だからずっと、うん、一応まあ仲いい人で、毎回、はい、仲良くしてくれてる人で、ただ一応さすがにね、時間あるからといっててっぺんやるわけにもいかないじゃない、うん、一応。ああ、そうね。一応ね。なんなら、初めて行ったお店の方が逆にできる。できるじゃん。もう2年ぐらい通ってる、ああ、はいはい。台湾の店なんだけど。無理無理無理。だから、じゃあ、うん、さすがにいないときに、うんうん、てっぺんやるのちょっとあれだから、うんうん、本読んでるんだったらいいじゃん。まだ。本読んでるは全然いいんじゃない。揚げ揚げ飯も出してくるし。揚げ揚げ飯の。はいはいはい、あれ、かしこまってる、うん、いいのあると思って、あいいよ、ね、見てて、ラーメンとか唐揚げ屋さんとかいっぱいあって、あれあれ、やっぱそこにもあったんだけど、やっぱ下品なくらい美味しい。出汁がうまいよね。出汁がうまい。あっち、やっぱあるんですよ。行った行った行った。あ、行った他のと行ったって言ったさ。あ、そっか。ごめんなさい。あ、全然行ったけど。まだ行ってないの。あれ、そんなにあるんですよ。いい隣がオッパブのビブなんですけど。知らないです。3、4分もうどの1分のところにオッパブのビルがあるんで。知らないですけど、情報はいらないです。オッパブのビル、そんなと言えばあったみたいな。あそこの隣の隣ビルにオッパブのビルがあるっていう情報は全くいらないです。ああ、ここかって目印して死んだ人間別に。俺あれ合わないでしょ。俺あそこ行けばいいんだ。ビルに大きくオッパブって書いてないでしょ。書いてないけど。じゃあ無理だよ。俺はそこ目そうだよ。なんだら下品なこれ出汁がないラーメン屋の看板のやつから。美味しかった、うん、美味しかった。なんかえたドロッドでもドロッドロ。あ、でもドロッド好きだから。ドロッドロ。俺今だってもうほら余裕空いてないじゃん、うん、こういう状況だし。で俺火曜日休みとか。あ、塚さん、あ、おだし、はい、おだしです。毎日の俺さんも来ないって。あ、見かしたやってなかったで、あれめっちゃうまくて、最後にご飯入れるの。はい、美味しかった。美味しい。あっちだったっけ、石焼きなんだよね。そうそうそう、グッズグッズに。グッズグッズ。いいですよ、あれ。俺だから、今行ってないの。ケンさんは、うん、県内のか、県内でしたね、ごめんなさい。県内じゃなかったでした。だったらなんかいろいろラーメンの話できるんですけどね。はい、え、県内だった。県内でした、ごめんなさい。いいなぁ、ラーメン。ね、いやー、で、最近の前にめっちゃいっぱい食いて。豚とかでチャーシュー入ってたりさ、だしもっとけんない。どのことするの？めっちゃいっぱい食いて。あと豚アレルギー。天下一品、まあタイプちょっと違って。つけないでしょ。魚介しかも。魚介とマグロだしなの。マグロだし全然違う。うまそう。話が違うって。そう。なんか落ちました。あとで。ごめんなさい。なんか落ちました。あと。アクリルの足が取れました。あ、ちょっと取れろ。あ、そうなんだ。展開一品もいいですよね。うーちゃんさんはなんか、うん、まあ、住んでる場所にもよるけど、うん、中国なんかつけ麺多いなって記憶があって。いや、那覇もあるよ。那覇もあるけど、強いイメージ。どうなんだろうね。まあ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 、いや、多分お前とかと一緒にいるからつけ麺中国で行く。まあ、多分合わせとかだ。はい、はい、合わせの概念も美味しい、ね、美味しい。で、最近、はい、最近、うん、仕事で昼、うん、まあそんななんていう、いつもだったら、うん、この近くのカツ丼とか、パッと食って帰ってくるんだけど、まあ土曜日だし、はい、土曜日だったのよ。そんなゆっくりやるような日だったから、はい、ちょっと車も出すついでに移動しないといけないから、はい、ちょっと遠出しようと思って、はい、1時間ぐらい行っていいかな、たまにはと思って、うんうん、あ、三竹寿いいよね。三竹寿うまいな。だからあと夢の家ですね。夢の家ですね。俺も週一で今行ってんだよ。やばこいつ。火曜日。いいね。あので、うんうん、その仁徳に行こうと。はい。仁徳に行こうと。神の徳と書いて仁徳ね。もう夜中空いてない仁徳に。あの夜中空いてた。昼2時5分って言って誰もやって。最高じゃん。入って。はい。
俺はもういつも混ぜ麺、はいはい、辛い混ぜ麺を食うんですけど、うん、あれにご飯を炊き込むのが一番うまくて、はいはい、混ぜ麺買ったら、うん、ご飯がなんか卵かけるのがバツされてて、うん、でもご飯丸だったの、うん、でご飯あ一応ご飯ってこれ合うんすよねみたいな、うん、卵かけご飯がバツだから、うん、ネタに聞いたらあご飯は今無料ですおいおいおいと、はい、もうなんか分かんないけど多分コロナ禍で時間も変わったのに対してのサービスなのか、はいはい、そこ詳しく聞かなかったけど、うん、ご飯無料ですあマジっすかっつったらランチとかでもやってるとこまあやってるのか、まあ、それはないかもしれんけどかもやってるまあ2時過ぎかからそれはちょっとないのかなと思うけど3時ぐらいまでやってるまあまあまあ僕かもね、うん、それもあるけど、うんうんまあ、基本的に昼空いてないからなってねああだから今昼間の営業にそう今昼間でしょ、うん、やってるんじゃないそういうので、うん、麺も大盛りできますよと最高じゃないですかおいっつって本当に北これはお前マジよ、うん、久々に食ったけど2ヶ月ぶりぐらい震えるやつさうまつじる人徳人徳がマジでうますぎるうまいマジでうまいあれをね、うん、ネタ合わせとか終わった後にそうまた行くのがよかったの飯がないとどこも空いてない時の人徳がよかったのでこの中になってそれが昼営業だからそうもう仕方なく、はいうん、昼間行けなかったけども久々に行く時間ができたと、はい、増えました僕はわかるわかるうますぎるポニーテーラーさんねうちの巻き巻きの店長、夢を語れ、はい、美味しいんですよ、確かに夢を語れねもうごめんなさい、僕たちほんと夢語れないですいや、本当にそうか夢を語れでも美味しいよ、ね、マホロバ、はいブルーミーさん、マホロバからめっちゃうまこれ一回、なんかタイガさんのウーバーイツして食べましたあ、いた美味しかった美味しいな俺、なんか知らんけど、昔キンピラ二人で行ったのよはい、うん、なんだったか、なんか打ち合わせかなんかで火曜日に昼間に事務所いてで、きんぴらがなんかメタスかなんかで昼間にいてで、飯食いに行きますみたいなどこ行くかはまだこんなコロナになるのちょっと前ね行って、マホロバ行ってあの初マホロバです私クソ、うん、だったなマホロバうわぁカゲツも食いたくなってきたカゲツたまに久々に食いたくなってきたわかるわかるわかる暖房はあー、暖房もいいっすね暖房もいいよいいなーラーメンなうまいんだよ夜中のラーメンはなそう武蔵屋で遊んできた武蔵屋知らん俺美味しい横浜家系ラーメンじゃんあほうれん草入ってる系はい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 豚骨醤油豚骨はい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 それ遊んできたんですよ青生地も美味しいんですよあとそれで言うと青生地と系列でジンベイあジンベイねあれうまいっすよ三地区以上に近いかなはいはいはいでも美味しいあそこもあとでもうんでもよケイジローうまいよなまず見ケイジローなケイジロー読谷にあるんだよケイジローまだ行ったことないけどあ、裏そうなんしケイジロー最近ボンボン増やしてるケイジローがさ、うん、車で5分のところにあると考えるとよ、うん、震えますね俺も車で5分ぐらいのところにねすごいなただ近すぎたらいかん俺もまだ行ったことないんだけどでもコロナ禍だからその行ける時間帯がなかなかないっていうのが、ね、昼仕事してるしケイジローのさ、うん全部のせうまいよなチーズもトッピングしちゃってああ最高だねあれはねチーズで口焼けどするだろそして一回えチーズで口焼けどしそうになるああ油よなるなラー油ぶっかけてあお酢もいっぱいかけてはいはいはい、はい、あれうまいよなうまいっすねジンとうわー何食いたいジンメンもいいっすよ何一蘭のカップラーメンが売ってるんですよ最近あらしいあれなんか内地の人さあれ売り切れらしいよ500円なんだけど。みたいね。具が込めてるんでしょ具が入ってなくて。はいはいはい、一蘭があるじゃん。国際通りに。あれ。で、ティーガは、うん、その内地の食ったことある、うんうん。ちょっとやっぱ味が違うって言ってて。うん、あ、そうなんだ。内地の方がどうしてもやっぱうまいって言ってたわけよ。はい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 。で、俺らは知らんから。知らん。内地食ったことないから。うんうん。食ったわけよ。多分あれも内地作られてるもんじゃん。うんうん。スープめっちゃうまいと思って。あ、そう。うまーと思って。違うんだ。まあ、ちょっと500円っていうのがレックなんだけど。いやでもあれ他に会う時に食うんだったらありありあり全然そうあうまスープってお前事務所したのあそうパンパンめっちゃあるんですよあそうだおおと思ってスープ広がっちゃったすぐ帰り博多で食った一覧もうまかったあやっぱそうなんですね博多で食ったの美味しいんだうまいねそう一覧で言うとさ国際通りにさ あそこもあるじゃないですか丸丸ラーメンね。ティガさんよく丸丸ラーメン。最低だな。最低だな。
いいよな、マジな。名前出てこない。俺の名前出てこない。調べよう。一覧って言ってば。いや、沖縄エビとシラーメンで食べてる。あ、確かに。みんなに伝えたい、これは。あれ、美味しいのよ。沖縄、エビ。エビだし。ラーメン。はい。あれ、うまいわよ。あ、出てこない。出てよ。あれ、出てこない。これだって名前じゃない。全部。流行ってないじゃない。チャイヤーチャイヤうるさーいやチャイヤうまいよな。チャイヤうまい。チャイヤはいや。チャイヤ行ったことあります？ないでしょ。ナイス国際通りの一段があるところの、ちょっともうまとまり、もうまとまりなんですけど、はい、うまいさっちゃうわ。多分エビだしのラーメンとか。あ、見てください、エビだしなの。エビだしラーメン。エビだしいけるでしょ。ワンチャンいけんちゃう。チャーシュー抜いてもらえるといけるし、ギリ食いてー、うめえ。知らん。あれと辛味噌ニンニクだけにもいいでしょ。いや、俺もエビ行ったことなんですよ、いつも。嘘、辛味噌食ってよかった。食ったことない、俺。あ、嘘、俺もエビと。エビしか食ったことない。エビ僕も食いてエビだしがうめえのよ。めっちゃうまかった。エビ来た。おやラーメンなんだ。ラーメンだしがおやごめんなさい、もう今言おうとしたんだけど、なんなら、一回大家さんと東京行ったのよ、エビうまいラーメン連れてってもらって。どこでした、お前さん。あの僕と2年前あの R12 回戦行った時の、あの全部俺上がってんだっけ。俺は落ちたんですけど、もうとっつぁん俺が上がってて、旅行がてら行ったんですけど、あのうまいエビ覚えてます？なんかもう本当に透き通るなんかスープで、でもなんかもうめっちゃエビってなるんだけど、なかなかないじゃん、エビのラーメンって県内は。だからエビ出しぐらいだ。ほんとそうじゃん。でもなんかやっぱ東京すごいなってあの時めっちゃ思って。俺東京なんて激戦区でしょ、ラーメン。もう歩けば歩くほどもうラーメンラーメンラーメン、やっぱラーメンってすごいんだなっていう。ラーメンマジでいろんな種類があってね。東京の飲食店も世界一だからね。すごいですからね。日本人の麺好きはすごいと思う。米も好きだけど。おやさんはもう聞いてないの覚えてない。おやさんもう死んだ、これで。あ、美味しかったね。テンション上がるからあれ。あ、本当に。逆にラーメン屋でイラッとしたことあるな。あるか。あんまないな。何が？なんで？ラーメン屋でイラッとしたある？ブルーミズ。ないんだよ。やばい客に絡まれたことある。チャイヤーセコス。あー、よかったな。俺が楽しんだやつね。前と。相当楽しんでたな。ここだけの話ね。本当に放送に乗ってない。本当にやばい人でしたね。酔っ払いでしたね。酔っ払いめっちゃ。ケツバット1回刺して500円みたいな話。ケツバットおじさん。俺の仕事は、ケツバット道歩く人に、ケツバット自分が させてあげると。で、500円もらうっていう仕事してるんだっていうのを。やばい人が来て、で、隣いいみたいな感じで座って。完全に酔っ払ってるんですよ。俺もう面白いから、うーっつって。三人で、タイガもいてね。俺は、もう僕も今はすぐ帰れって顔してるわけよ。俺も嫌だ。ケイさんもいいさと。嫌だって。いや、俺は無理だな。どうぞって今に座ってたんだけど。追い返すのあれだから。そう、追い返すよ。で、みんな、このラーメンうまいっす。このラーメンうまいのって言われたから。美味しい。めっちゃうまいっすよって言ったら、じゃあ僕も、俺も頼むねっつって、頼んで。俺餃子頼むぞって。みんなもね、食べたそうに見てるわけよ。本当に悪いと思いません。いや、そんな顔しないでと思って食べていいとか言ってくれれば俺はどうぞってすぐ言うからと思って絶対言えと思ったもん。おこいつを全然自分の分をすぐ食ってくれこんなやつに行かないで自分なんてあるじゃん。俺はなんなら3人で楽しくお話しして帰りたいのに幸せないって気を使うしいやあ結果ですよ、ギリギリのラインですけど、ある放送局のラジオの話をしてるわけですよ、好きなんだと、好きなんだと、もう言っていいかな、RBG の話してそしたら RBG のディレクターと、なんていうその、あんたが何を話したかって、ね、で、何聞いてるんですかって、うん、ちょっとかまかっちゃったのよ、何聞いてるんですかって言ったら、結構朝から聞いてると、ずっと聞いてる、RBG、あんたなんだ、朝は、アップじゃない？アップの前は、アップの前だった、あの時、アップの前なんだっけ、ごめんなさい。
まあ、だからミュージシャンとかね、うん、もう全部聴いてるみたいな話をしてて、何ですか、具志堅さんに変わってなかった、アップは違ったんじゃない、アップも同じタイミングじゃない、そうじゃない、同じタイミング、そうか、うん、でそうかもしれない、ごめんね、でなんかそれでなんか話をしてて、もうなんか俺久田真理さんと写真撮ったことあるみたいなとか、うんうん、いろいろ、もう全部聞いて、もう全部もう大好きだみたいな、いや、いいもんでって、僕たちその辺までちょっと強いじゃないですか、まあ、もちろんね、こっちはもう全員メディアの人間なんで一応ね、作られてる、言っても出会いしてるから、だからなんかあいつも思ったんだぞ、諏訪さん出てくんだこいつは、うん、で俺が、うん、ラジオカーの人とかなんか好きな人いますみたいな、うんうん、なんかずっと俺たち、いや放送局の人でしょ、放送局の人でしょって言われながら、いや違う、サラリーマン、放送局の人でしょ。で、あのなんかある時、鎌田さんの名前出したか、ん、鎌田さんがいいみたいなこと言ってたか、鎌田な、うん、はいいみたいな、どんどん出てくるわけですよ、うん、あ、タイガが、あと一人タイガーってなったんですよ、うんうんうん、タイガーでコンプリートって時に持っていますか、もういないね、もういないね、もうタイガーですタイガーラジオどこ聞くん、あ、何聞いてるんですかって、まあ、平日ね、だからあれ聞いてる、あれ聞いてる、あれ聞いてるみたいな、うん、で、あ、土曜日とか土日は聞かないんですかって言ったら、土曜日は聞かないよ人気もいないよ、いないよ、いないよ、いないかい、全部外したダメだったな、あ、今日さ、今来てるよ、そのおじさん聞きたかったのよ、来てるんですよ、あー、ライバル打った時に9番、宮里9番のあんちゃんさんに、はいはいはい、ああ実はこうやって芸人活動されてるんですよ、名前なんていうのつって、キンピラゴマのタイガですって言ったとき、タイガってあのタイガなのって言ったときに、あの人はアドバスですよ、そう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 、俺出したかったんですよ、キンピラゴマのタイガ大好きだし、見たり見たら、らしいですよタイガさんって、俺言うつもりだったいやねえよーやばいよーこんな話こじれるよあれ出なくてよかったから怖いもん、ピラゴマがあ、スプリングさん、おこんばんは、銭湯で千尋が玉隠しですよいい調子じゃん寝落ちしてたって、だから一回寝てからいいんですよそんなことね、一回寝落ちしてないコンビニの前で会社を、楽しく話して、知らないおじさんが入ってきて会社のタバコもらいに来て友達喫煙所で喋ってるのかもダメですよ、何が、いや、コンビニの前で、コンビニの前でも、あ、コンビニ、もうコンビニの前でタバコ捨てたらもう来ます、奴ら、うん、タバコもらうおじさんが来ます。あ、来る来る。余裕で来ます。俺だって、ヒーカしておじさんもいっぱい来るんで。ヒーカしておじさんはまだいいさ。タバコもらうおじさんいっぱい来るな。タバコもらうおじさんマジでいいよ。俺だって。全然あげるけど、俺は。俺も1本くらいやったらいいけど。いいですよ。1本くらいあげるんだけど。タバコくださいって言われないよ。いい本は。パイプタバコが葉巻だけやる。まあね。いや、そうなんだけど。えあんまりいないじゃん。タバコ、こんなに言ってないじゃん、ハマキ。タバコくれますから、いっぱい見るよな。よくよく。むしろあまり話しかけられなくなった。でしょ、やばいぞ。ハマキしたやつやばいぞ。だって銀髪でさ。銀髪で。多分ローターとか仕込まされるぞ。おじさんにローター仕込まれたよ、お前。まだやられちゃうな。何汚い人生があらないのに、ローター仕込まれる。いやだ。いやだ。もう仕事終わったんすか、今日。え、あ、終わった。あ、そうなの。大丈夫、行きます。今日、え、あ、今日は遅くまで大丈夫なんですか、あ、もう全然、あ、エビトーク間違いない、一旦じゃあ、カレーテイクアウトして食いながら、カレー食いとかタバコおじさんの話だけ、おじさん、あ、いい子さん、じゃあなぜタバコおじさん、本当にあのバイトしてた時ね、あのラウンドワンでバイトしてた時ね、昔な、俺朝出勤して、うん、朝早くから7時とかに出勤して、うん、あの夜お昼3時とかぐらいに終わる、あ、早くの、夜事務所もあったりしたから、うん、で、初期ね、やってタバコを買いにね、あのタバコいっぱいまで買って出てきて、あの1本ストロークのトントンってやったら目の前におっさん来て、あ、タバコで待たんかなと思って喫煙所にとかバーッと俺の顔見て、タバコ一緒やなって言ってから入ってきた、タバコ大好きおじさんやし、タバコ出てきてトントントン引かせてるから、タバコ大好きで、タバコおじさんを共有したいおじさんやろ、タバコ一緒やなって入って買ってきたんだよ、買ってきてから出てきてやめやめんだって知らねえよ、どうぞ、タバコってやめらんないんですよね、いいよ、お前もいいよ、これまだ話したことないですよ、え、ここでは、いや、話してんもん、ここでも別にいいです、なんだもん、そんな、そんなんでいや、本編でやる、ここでやるくらいの話ですよ、本当にな、
マジで先々週だろお前タバコやめるみたいな、なんか いや、一回止まるらしいですよ。一回あんなとこもしたかってますだ。その久々に、うん、クラスの、うんうん、高校時代のクラスの女の子と、うん、何かクラス何ね、ちょっとした集まりではないんだけど、はい、まあ、その集まりないからね、まあ、ちょっとあって、うん、いろんな人と数人と同時に久しぶりになったり、いろんな人と会う。だから、まあ、かなりはあの先生が今別の場所で参加やってて、資金造成でいろいろ買ってみたいな、タブとか、それで一応ちょっとコロナ禍もあるから酒飲むとこだけでもいかんから、そういうなんかその先生のところに買いに行く、ちょっとみんなちょっと集まってここで取りに来てみたいな、何時間ここの間でみたいな、取りに来たやつそこってタイミングがあった、いろいろね、あってタバコやめよう最後クラスの女子、もう当時のクラスの女子、昔好きだった女の子たちから元カノからタバコやめなさいと、みんな看護師とかだからやめなさいと、モテないよと、クラスの女子とは聞いてたんですけど元カノも入ってるとは思ってないいや元カノも入ってます、元カノの言葉に本当耳を貸さないでほしいです。その情報別にいるいらないしね、怖くなってる、久々に会った元カノと思ってタバコやめなさいと、確かになと、はい、体にも悪いしこれでもタバコ見ないでよみたいな、ああタバコは本当に大事に環境が悪いって言い方ですけど、いや確かに悪いよ、喫煙者前山団長ね、うん、あそこやばいよ、女性陣でもそういうのいるんで、うん、全然関係ないから、そこだからその感覚がぶっ飛んでるんで、はいはい、久々にね、その外の人と会ったら、うん、タバコはありえないと、うん、女子からしたら、うん、なるほど、うん、俺はやめるぞと、モテるためにタバコやめるぞと、シンプルな、よしシンプルな、よしと単純な、次の日はい、下のコンビニ行って、はい、事務所のな、うん、飲み物買って、おにぎり買って、うん、あ、すみません、200グラムはいいですかね、すぐ買ってすぐ買ってよ、帰り道の袋を持った時にパッて出ちゃう、ルーティングよ、200グラムはいいですかって、はい、おそれやめれないパターン、ゴミになってますけど大丈夫ですか俺マラブル吸ってるからな、これな、ゴミの件もあるんですよ、ゴミの件もある、話しましたっけ、別れた後にそうそう、彼女元氏がね、彼女と別れた後にタバコを1ミリだったのをゴミにあげたと思う、うん、ちょっと1ミリだったんですよ、はい、ずっと1ミリ、ずっと1ミリしてて、1ミリしてた、もともとゴミなんですけど、うん、1回1の落としてもう体に悪いから徐々に、うん、やめて、まあ、数量別の俺は変わらないんで、1だろうと5だろうと、だったら1がいいなっつって、うん、1捨てたんだけど、久々にもう5吸いたいと、うん、もうメートル持たない、メートルが5を過ごしてストレスだと、ちゃんと5人って言ったら、あっちのね、店長、L 店長が、はい、もう僕らのもう理解者です、一番の、まあ、たぶん、FEC の芸人が捨てたの全部覚えてる、全部記憶してる、うん、もうだってね、もう俺らがちょっとタバコに目ついたら、もうその場所のタバコに出るの、これですよね、これですよね、みたいな、これですよね、みたいな感じでたまに番号買うときあるじゃん、探してたら、ここですよって、そう、だから207万じゃないと俺のが179万だ、違うよ配置買ったって、これさっき言うから134万だよあの、いとこも言った、あの、覚えてあげるとお客さんが喜ぶって、もちろん、ちょっと嬉しいのよはぁだから、ローソンのタイヤ感を僕の隣のローソンの人も覚えられないで、その時合意したら、うん、え、1ミリじゃないんですか、うん、あ、5ミリですけど、大丈夫ですか言われて、ちょっと最近辛いことがあったんすよ、つって、うん、あ、そうなんですか、詐欺人いるんですけど、あげる人あんまいないみたいなこと言われて、あの、一言言わせてもらえい、はい、ですか、1ミリも5ミリもその体重か、まあね、まあ、でもやっぱ、吸ったら分かるんですよ、うん、ちょっと弱い、なんか強い、まあ、1は、もう全然ですね、だから、まあ、ちょうどいい、ほら発砲一緒だから、まあね、だからあの、あ、フィルターの荒さが違う、そうそうそう、グッと振るのがすごくて、いいですね、あ、それがいいということで、もうコメントも来ないということで、はい、終わろ、ちょうどいいじゃん、ちょうどいいぐらいじゃん、確か時間も、はい、あと何分ですか、あと1分半で、じゃあそれまでやりましょう、やる、俺はだからこの前さ、マルボロ買ったらさ、知ってましたって、あ、なんすかって、その日の店長にな、そうそう店長、うん、あ、マルボロあと10年で紙タバコ撤退するらしいえ、そうなんすかあれこんな話しないよ、普通のテレビとあと最近あの隣の、タイヤ館の隣の隣のローソンができたんですけど、そこの店員さんは俺がカフェラテ買ったらメガって言ったら、あのシロップなしでよかったですよねって言ってくれて、そうそう、帰りにいつもありがとうございますってすごい素敵な笑顔をしてくれる店員さんがいます、女の子、女の子、あ、好きになっちゃう、あ、好きになっちゃう、いい感じですよ、
店員さんだから覚えてくれると嬉しいですね。嬉しいです。俺のスタッフめっちゃ頼ってる時に、あ、いつものですよねって言われて嬉しい。あれめっちゃ嬉しい。いつものって言われたよな。その行きつけみたいなところな、ね、俺ドリップコーヒーしか飲まないから。なんか美容室行ったら俺はかっこよくしてくださいって言われて、まあなってはいるよ、うん、髪型はね、うん、髪型はかっこいい。髪型はかっこいい。髪型はかっこいい。髪型と髪色もすごくかっこいい。もっと白髪はね、うん、髪型はかっこいい。本当に素敵だと思う。髪型モテたいな。俺もだよ。田中みたいな。